はい、どうも藤井です。今回やるのは脱出ゲームだね。ドランクルームってやつ。ドランクってなんだっけ、酔っ払うとか酔っ払いとかそういう意味だったよね。やってみましょうか。はい。頭が痛い。独身最後の夜をあいつらがやってくれたの嬉しかったけど、これもあれだね、ハングオーバーだね。調子に乗って飲みすぎたな。わ、これも嫌な予感しかしねえよ。絶対ハングオーバーじゃん。この部屋で5時間何本店回ってんのよ。今度覚えてない。今何時だ。はい、あれあれ、外が明るい。あれ、もう昼過ぎ。やばい。え、自分の結婚式なの。あ、それはちょっと違うね、ハングオーバーとは。あいつはどうした、まだ似てるのか。これ絶対言うや、これも部屋おかしいって。まずメガネ探そう。メガネか。ドラッグで見回す。うわ、もう、なんだこれ、どうなってんだ、全然わかんないな。なんだこれ。え、人形タッチ。メガネ、メガネ。あ、これともしかして。あ、アイテムね。あ、見れるんだ、これって。はい。これ、ケンタッキーじゃん。カーネル・サンダースじゃん。今何時だよ。道頓堀に投げられるやつね。ん、なにこれ、なに駅前の店から持ってきた人形。ん、あ、この紙。お前はこのフライドチキンが大好きだったな。これは俺たちからのプレゼントだ。新居をリビングで任せてくれたら嬉しいぜ。礼はいらないぜ。持っていけるか、返すよ。なんでこの税が水色なんだ。え、タッチミー、なんだこれ。缶タッチミー。ん、ビールの空き缶が詰められている。まさかこんなに飲んだ。まあみんなでならまあこれぐらい飲めるんじゃない。あー、何してんの。え、何これ、ラブビール。うるせえよ。好きだけど。うわー、なんだこれ。なんだこれ。ひどい。なんだこれ、なんだこれ。ちょっと、あ、部屋引き払うのに最悪じゃん。うわ、もう焼け野原みたい。もう猫ちゃんは何。キャワイイ。はい。結婚おめでとう。親父の仲間が幸せをつかんだことも心から嬉しく思う。そこで我々は今後の生活に必要となる知恵と忍耐を見つけてもらうため、最後の試練を与えることにした。いらないよ。優が無事に脱出して結婚式で会えると信じてるにゃ。うるせえよ。何、金庫。金庫か。あれ、鍵穴が見当たらない。あ、なんかこうタッチ式だね。これはふざけた文字が。あ、開く。あっちー。あー、熱いの。あ、待って、じゃあこれ抜けば。あ、抜けた。はい。あ、待ってからなんだ。そこはリアルね。てか、ドア出れないの。あれ、開かない。あれ、開かないか。ん、あ、電気だ。つけとくか。まったく、なんなんだよ。ん、これは。あ、なんか落ちてる。やった。鍵。鍵？これは？ダンボール？ん？ああ、ガムテープじゃん。なんか使うのこれ。これは？あ、電池が置いてある。うん。電池。あれ？反応はないね。オッケー。あれ？ここなんか、ここなんか影できてるね。ん？これなんだ？ん？ん？ん？あー、なんか書きある。いやー、紙に穴開けたの、あいつら。最悪だよ。結構取られんだぞ、お前。引っ越すときに。やった。鍵があった。やった。鍵、でも使う場所わかんねえんだよな。ベランダ出れんじゃん。おー、高いとこ住んでんな。何階だよ、これ。え、何これ。なんか公衆便所の落書きみたいだな。最近見ないけど。これは？うわー、やめろ、もうやめろ、それもう。一番やんで、それがもう。ん？おおお。ナイス。双眼鏡だ。結構アイテム見つかんね。だけど使う場所から全然わかんない。あ、紙がある。ベランダに壺を置くのが風水的にいいかはわからない。じゃあ置くな。どっから持ってきたんだよこれ。でっか。あ、なんか入ってる。ん？木の棒？なんだろう。どうしようもできないねこれ。それこそガムテープで。ねえ、いや、できるでしょ。ねえ、伸ばして、ひっつければ。あ、台所。あー、これ鍵じゃない。オッケー、これ開いた。あ、結構サクサクだよ。ん、
バケツ？よし。バケツ入ってる、なんか。何も入ってない。ないね。なんかか、メッセージ。周りを見回すべし、さらば道は開かれん。これを仕込、あ、なんかあった、まだ。うるせえよ。これを仕込んでる友達、滑稽すぎるんだけど。こっちも開くんじゃない？そうだね、これも赤だよね。よし。これが赤の。うわー、来た！びっくりしたー。なんだよ。なこれ、オッケー、栓抜きの栓抜き、ここはここにはメッセージないの。このマスクなんかあんじゃない、光るとか。なんでやねん。こっちのさ、これもういいんじゃない、取れんじゃない。やったー。これは特になんもない、なさそうだけど。こんなにアイテム取るけどさ、本当に全部使い道があるの。あれ、なに、あー、これ、うわ、こういう鍵か。ん？違う？じゃあ番号を探すんだ。あれってこれ、あ、これ、あ、瓶だ。缶だと思ってた。なんか入ってんね、中に紙が。あ、栓抜き必要なんだ。なんかよくあるじゃん、こうやってから組み合わせるみたいな。マジかー。あー、そっか。あ、そっか。絵がないならこっちか。絵がないならばこれでしょ。うんうん。これ取るにはどうしたらいいんだと。どうしよう。台所？ああ、出るんだ。いいね。お湯とか。ああ、出るんだ。いいね。あ、これさ。あ、置けた！はいはい。水入れれる。お、よくあるよね、脱出ゲームで。うん。知ってる知ってる。いいね。で？よし。手に入れた。ああ、なるほど、わかったわかった。わかるわかる。全然わかる。なるほど。これで、入れる。あ、入った、最高。あ、で、取れる。なるほどね。うんうん。木だから、ね、浮くもんね、ちゃんと。で、これは、これしながら、あ、これでね、組み合わせるもんね。オッケー。栓抜き。ってなったら、もうできるじゃん。最高。はい、うまい。はい、頭いい。天才。で、これ何？紙？ん？なんだ、このメモは。あ、これあれでしょ？だから、玄関の南京錠の、番号のヒントなんじゃない？外、青、緑、黄色、ACB。外を見ろ。外を見ろ。はあ、なるほど。ああ、なるほど。この看板たちだ。妙に浮いてる。だから、つまり、あ、ここで使うのか。双眼鏡。はいはいはい。ああ、びっくりした。OK。0120-655。ちょっとメモろう。はい、青。青は0120のなんとか806。メモろう。で、黄色が、063か。063。っていうのを見た上で、青、緑、黄色。上から A、C、B。だから順番なんじゃないの？ A ってのは1番。C ってのは3番。B ってのは2番。で、青、緑、黄色の順に使うから、856になるんじゃない？うん。オッケー。これでいったらもう、あれ、他のアイテムは使うとかあったの？そう、飲みすぎた。ほんとだよ。やばい、冴えてる、冴えすぎ。気になる。8、5。6。開く！よっしゃ！開いた！よっしゃ！素晴らしい。で、一回戻って開けよう。ゴールだけど、まだあるのこれ。あ、そっか、トイレとかあるもんな、こっちにな。開かない。ん、ドアノブがない。ちくしょう。マジかよ。完璧に終わると思ってた。まず電気つけよう。あれあれ、電気止まった。嘘でしょ。え、もうやばい。あー、これも、うん、これこそ電球が必要になってくるんじゃないか。電気つけたいんだけどさ、つかないんだよね。これこう一個だけさ、なんか重たいとかあるんじゃない？ないかな。ないね。あ、あー、動いた。これ何これ。 U のスイートライフに乾杯。うるさい。待って、これゲットできんじゃない？なんだなんだなんだ、どうすんだ？待って、いや、俺はね、
これを持って行きたかったの。ん？あ、ここに電球がない。電球入れよう。くそ、そっか、高すぎる。あいつは絶対許さねえ。足場にできなかったな。どうしよう。ヒント、ヒント見ていいの？え、ちょっと見てみるか。トイレ、トイレは閉めたってもさ、見れないって言われちゃうんだよね。のことなかった？ほらね、見えないんだよ。あ、なんかできる。え、なんか怖い。あ、ん？ん？お、ここじゃない？あ、ここにか、電球って。あ、なるほど、玄関じゃないんだ。あ、待って、これで電気つくんじゃない？もしかして。ブレーカーとかだと思ってた。あれ？あ、ついた！お、え？何これ？え？やばいやばいやばい。赤い血？ワインかよ。何してんのよ。ワイン風呂って。じゃあこれで喋られる。これは？時には一人になって空想と思考の時間を持つべし。はあ。え？開けれる？あ、なんか、スマホ？ここでスマホ。あー、なるほどね。他は、これは？鏡。ん？なんもない。あ！え？ん？あれ？あ、ガタついてる？あれ？取れない？あれ？取れない。取れないならば、これだ。あー、できた！ここで使うのか、これ。あー、なんか、あれ、なんかある、なんだ、これ。いいね。なんかある。赤い箱？これは？お？結婚指輪？こんなもん隠すなよ、友達。これなくしたら本当にどうすんのよ。君は足元をおろすかにしてしっかり守るでしょう。なんちゅう友達だよ。え、ああ、ああ、なるほどね。お湯抜いたんだ。まあワインだけどね。なんかある。オッケー。ドライバー、ドライバー、ドライバー、ネジ緩めたりあったっけ。金庫開かないならば。あ、これは無理そう。なんで、や、なんでやねん。あ、待って、これ、これじゃない？違う。あれ、違うの？これ。あれ？ほんと信じらんねえ。あ、これだ。これだ、これだ。ここに、うん、ここにあったもん、あったもん。よしよし。はいはいはい、オッケーオッケー。切るときにリモコンを手に入れた。で、これは、電池が切れてることあって電池入れる。あれ？どうして？あー、ここでやるのか。ちゃんと裏側でね。細かいね。で、使える。給湯器。うん、あげちゃおう。50行き過ぎかな。ん、つまりこれはあれでしょ、こっちでしょ。お風呂、う、早く行かなきゃ。お湯は出るけども、出るようになったけど、これ関係なくない？う、早く行かなきゃ。なんかある。ん、あー、すげえ。あ、だから鏡だったんだ。なるほどね。8639、分かりました。ありがとうございます。止めよう。いいね。そういうことか。だから鏡見ることはできたんだ。で、これで、これでしょ。8639、 OK。 やったー。 OK、 金庫開ける。やった。うーわ、まだあんの。あー、アナグラムか。あー、これってもしかしてさ、わかった。これ、あ、オレンジが、も、っていう意味なんじゃないの？これは、つまり。オレンジが、も、これでしょ？そういうことだ！やっていこう！これいけるいける。多分、いけるよね。もう全部見たもんね、きっと。だから、こういう、文章がちょこちょこあったんだ。あ、これ面白い。すごいよくできてる。これもう文章見に行ってないけど分かっちゃった。これか。たまには飲もうぜ。よっしゃー。できた。やったー。よしよしよし、 OK。 たまにもうかな、ちょっともうね、なんかね、ちょっと友達にイライラしたけどね、今ちょっと好きやわ。かわいい。開いた。え、なにこれ。ん、
なんだこれ、なにこれ、ザラザラしている、しょっぱい、塩、塩だ、なぜ金庫の中に塩の山が、え、まだなんかするのこれ、え、何すりゃいいのこれ、塩しかなかったの、その中に何かあるとかじゃないの、おお、あ、ほら、やっぱりそうだったじゃん、入ってたよ、よっしゃおっしゃ、来た、これでもう脱出でしょ、もうさすがに俺でしょ、結婚指輪持った、オッケー、で、ここに使う、よし、開いた、あー、ゴールでしょ、これはもうもうないでしょ、さすがにマンション全部から出るとかないでしょ、特に変わったものは見当たらない、いいんだよ、出られた、やったー、脱出成功、おー、32分、まあ、でもどうなんだろう、そんなに長考しなかったよ今回脱出ゲーム、俺結構苦手挟んだけどさ、まだ間に合う、せいで地球上向かおう、ふぅ、もう遅い、何してたの、ごめんごめん、ちょっと変に閉じ込められちゃって、言い訳はあと、とにかく早く準備して、いや言い訳じゃないんだけど、うん、あとにしよう、ねえ指輪はあるよちゃんと、はいはい、これだけ忘れないよ、うん、そうそう、行こう、あー、なんでこうエレクトロニカな感じなのはい、思い返すと随分ひどい目にあったが、おかげで少しだけ成長できた気がする、初めはあいつらを恨んだけど、今はしっかりと感謝していきました、って、負けねえだろ、そりゃそうだ当たり前だろ、絶対にさんはい、ということで、脱出ゲームのドランクルームっていうゲームでした。うん、結構このゲーム質が高いね、うん、すごいいいゲームでした、あと時折入る主人公の声が結構好きでした、まあそうですね、酒は飲んでも飲まれるなってことですね、うん、気をつけましょう、はい、じゃあお疲れ様です、やあみんな、僕は目玉の怪獣メダマン、この動画を気に入ってくれた方は左上のチャンネル登録ボタンをクリックだ。ん？気に入らなかった？そんなやつはな、目玉を差し出せ。スマートフォンから見ている方々は下の説明文のチャンネル登録と書いてあるところを押してくれ。そんなことよりも目玉だ。目玉が欲しい。お前の目玉だ。お前の目玉を残せ。ほら、目玉ダメだろ。なんだお前は。俺はお前の生みの親だよ。生みの親？生みの親だかな。なんだか知らんけど。お前の目玉よこせ！うわ、やめろ！目玉！うわ、目が！目が！目がー！